3月28日午前中の取引を終えました。日経平均株価は昨日に比べて328円79銭安い21,049円94銭でした。今日の午前中の安値ですね、20,974円でありまして、21,000円を割り込む場面がありました。21,000円の節目をかけての攻防といったところです。トピックスも昨日に比べて 27.96 ポイント安の 1581.53 でした。こちらは節目の1600割れが午前中終始続きました。昨日のアメリカ市場3指数ダウ、ナスダック、SP500 それぞれ下落ですが、下落率が 1% 未満でありまして、さほど売られていないんですが、 CME の日経平均先物がかなり売られていました。それを受けて東京の今朝の現物株市場も日経平均で300円を超す下げ幅となっています。日経平均日足のチャートをご覧いただきましょう。こちらですね、日経平均は月曜日に650円安で窓を開けてギャップダウン、その後火曜日に窓埋めの陽線が立って、昨日は配当落ち影響もあって動けず、そして今日は再び下落圧力の方が強まっています。午前中一時21,000円を割る場面がありました。やはりこの不安感、不信感といったところ、アメリカの長短金利の逆転、逆イールドに端を発しているようです。現在東京時間11時46分のアメリカ国債の時間外取引で利回り見ていきますと、アメリカ2年もの国債2年債利回りが 2.192%、 3年債利回りが 2.126 でありまして、3年債よりも2年債の方の金利の方が高くなっています。つまり2年債3年債の間では長短逆転が続いています。2年と5年比べますと、2年が 2.192、 5年が 2.158 でありまして、2年と5年の間も逆転しています。そして2年と10年、2年が 2.192、 10年が 2.354 でありまして、2年と10年は逆転していませんが、2年と3年、2年と5年といったところは長短が逆転しています。このあたり、この逆転ねじれが直らないと、なかなか株式市場に資金が戻ってこなさそうです。そして長短の逆イールドがもろに効いてくるというのが保険ですとか金融セクターです。例えば8750第一生命ですね、25日の日につけた新安値、昨年来安値を今日再び更新してしまいました。1521円で午前中の取引を得ています。一方でこうした外部環境にあまり関係のないようなところで月次業績が良かったところが買われています。例えば3038神戸物産、業務用スーパーを展開している会社ですが、昨日公表した2月の売上高が良かったということで株価一気に跳ね上がって4165円ということで、こちらは昨年来の高値を更新しています。アメリカの長短の逆イールドといったところで、なかなか不信感、不安感の拭えない東京市場ですが、今日も午前中の段階で日経平均が300円を超す下げ幅、21,000円を一時割り込む場面がありました。以上、全引けの模様を東証アローズからお伝えしました。